皆様こんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。本日も東京日本橋株都庁内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から生放送でお送りします。解説は内藤証券投資調査部チーフストラテジストの千原康弘さんです。千原さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは中国株式市場の動きを振り返ってまいります。中国本土市場の上海総合指数は昨日8月22日火曜日の終値が 3120.334 ポイントでして、先週8月15日火曜日の終値に比べ 1.8% 安でした。続いて香港市場のハンセン指数は昨日8月22日火曜日の終値が 17791.01 ポイントでして、先週8月15日火曜日の終値に比べ 4.3% 安となりました。それでは直近の動きについて解説をお願いします。はい、ではですね、中国本土市場の動きから見ていきたいと思います。こちら上海総合指数の動きですね。では左から見ていきたいと思います。上海総合指数は7月の上旬からボックス圏相場が続きまして、3200から3250ポイントの狭いレンジで推移しました。中国政府の経済対策に期待が強まる中で、経済指標やですね、人民元安などへの警戒感が続きました。このボックス圏相場が終わったのは7月20日でした。7月20日に民営企業の支援策が発表されたほか、中国政府が不動産規制を緩めるのではないかという報道が流れました。こうした好材料が出たのですが、株式市場は材料で尽くしの売りに押されまして、7月20日から7月24日まで3日続落となりました。しかし7月25日に中国共産党の中央政治局会議が開かれますと、4日ぶりに急反発します。この日は前日比 2.1% 高となりまして、6日ぶりに終値で節目の3200ポイントを回復しました。中央政治局会議の文書にですね、不動産規制の強化に関する言葉がなかったことから、これがですね、規制緩和のシグナルと受け止められたんですね。で、7月20日、28日ですね、株式売買印紙税の引き下げや、デイトレード解禁をめぐる観測が流れまして、上海総合指数は、前日比 1.8% 高と急伸しました。住宅ローン金利の引き下げや住宅買い替えの減免税などについても観測報道が流れまして、株価の上昇を後押ししました。ただ節目の3300ポイントに迫りますと、ご覧のように上値の重さが目立つようになりました。こうした中ですね、8月2日はですね、アメリカ国債の格下げを背景に、上海総合指数は前日比 0.9% 安となりました。格下げでアメリカ国債の利回りが上昇するようなことになりますと、人民元を売って米ドルを買う動きが強まることが考えられるからなんですね。また不動産業の活性化に向けて、中央銀行が住宅ローン金利の引き下げを銀行に求めていることも悪材料となりました。時価総額の大きな銀行株が収益悪化への警戒感から売られまして、上海総合指数の重荷となりました。8月4日ですね、この日は政府4部門の共同記者会見が開かれることから、経済対策への期待感が高まりました。この日はですね、ザラバで節目の3300ポイントを抜く場面もありました。政府4部門の記者会見ですが、経済対策の効果が現れていて、下期も安定回復基調を維持するという内容でした。ただですね、その内容には何の新鮮味もなくてですね、具体的な経済対策も明らかに なってなかったことから、その後はですね、8月7日から8月9日にかけて3日続落となりました。米中対立激化への警戒感に加えて、7月の貿易統計が前年同月比で、輸出と輸入のいずれもですね、2桁のマイナスになったこと、それに7月の消費者物価指数ですね、こちらが前年同月比で下落したことなどが言い上げされました。
8月11日には上海総合指数は前日比 2% 安となりまして、14営業日ぶりに節目の3200ポイント割り込みます。そこから8月16日まで4日続落となりました。資金需要の落ち込みを背景にですね、銀行融資の伸びが7月は大きく鈍化したことが分かりまして、中国経済の低調ぶりが明らかとなりました。上海総合指数は7ヶ月半ぶりの安値をつけてますね、この日に。で、8月18日なんですが、上海と深圳の証券取引所が取引手数料を今月28日から 30% 引き下げると発表しました。しかしですね、期待されていた印紙税の引き下げではなかったことから、政策への失望売りとなりましたね。そして8月21日は、終値が昨年末以来の3100ポイント割れとなりまして、年初来安値を更新します。政策金利の引き下げが発表されたんですが、市場予想通りの内容だったからことから、これもですね、失望売りにつながりました。中国政府ですね、経済対策や株価対策を出しているのですが、その内容は大体、その大方の予想通りだったり、あるいは予想を下回るものだったりしてるんですよね。それがこのところの株価の下落につながってます。こうした流れを変えるには、サプライズとなるような、驚くような対策が必要でして、中国政府の対応にかかってますね。中国株は政策で相場が動くと昔からよく言われますが、その状況はですね、今も変わってません。で、こうした中、昨日ですね、上海総合指数が3日ぶりに反発しました。この日は米中対立の緩和をめぐる好材料がありました。アメリカ商務長官が中国を訪問する前に、中国企業に対する規制を一部解除したんですね。しかし株式相場への影響は限定的でした。昨日の反発なんですが、あるいはですね、相場を買い支える中国政府筋の動きだったのかもしれないですね。昨日は3日ぶりに反発しましたが、政策的な好材料がなかったことから、上昇トレンドが形成されるのは難しいでしょうね。続いて香港市場を見ていきたいと思います。こちらハンセン指数の動きですね。7月13日にハンセン指数は6日ぶりに終値で1万9000ポイントを回復しました。 IT 業界に対する規制強化が終了したとの見方を背景に、関連する大型株が買われました。7月14日までにハンセン指数は5日続伸しましたね。で、7月17日が台風接近で臨時休場になった後、7月18日は中国の4、6月期の GDP 成長率が市場予想を下回ったことを受けて、ハンセン指数は前日比 2.1% 安、6日ぶりの急反落となりました。そこから7月20日までですね、3日続落となりましたね。で、7月24日は、中国本土の不動産市場に対する悲観的な見方が広まりまして、ハンセン指数は前日比 2.1% 安となりましたが、その翌日の7月25日は逆に中央政治局会議で、不動産規制の緩和期待が強まりまして、前日比 4.1% 高と急反発しました。政策期待を背景にですね、7月27日から7月31日にかけてハンセン指数は大幅に3日続伸しました。31日にはですね、約1ヶ月半ぶりに終わりの2万ポイントの大台に乗せています。しかしですね、8月1日から8月3日にかけて今度は3日続落します。アメリカ国債の格付けを嫌気してですね、8月2日は終わり値が2万ポイントの大台を割ってます。で、8月4日はですね、政府4部門の共同記者会見ですね、先ほど触れましたが、これで政策期待が強まりまして4日ぶりに反発したのですが、中国の経済指標がですね、7月は軒並み低調だったことから、ハンセン指数も軟調な地合いとなりました。で、その後なんですが、8月11日から8月21日までですね、ハンセン指数7日続落となりましたね。8月14日には、終値が15営業日ぶりに1万9000ポイント割りますと、8月18日にはですね、年初来安値を更新しまして、終値は昨年11月下旬以来ですね、
1万8000ポイント割れとなりました。この急落の背景にあったのが中国の不動産問題ですね。ハンセン指数構成銘柄のカントリーガーデンが資金繰りと業績の悪化に陥りまして、これが大きな悪材料となりました。カントリーガーデンという会社ですね、民営の不動産デベロッパーなんですが、そうした民営の不動産デベロッパーの中では健全な方と見られてただけに、大きなショックとなりましたね。で、昨日は、8日ぶりに反発したんですけれども、警戒感も根強くてですね、終盤では上げ幅を縮めています。中国株をめぐってですね、中国の国内外ですね、不確実性が多くてですね、投資家の警戒感が後退するにはまだまだ時間を要すると思われます。はい、わかりました。はい、今回知って得する情報コーナーはお休みとなります。今日はこのあたりで失礼します。千原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。